G1 福岡チャンピオンカップ波乱も激戦もあった予選最終日の1日も最終カードを迎えました。予選競争第12レース、なおこのレースに登場予定でした5号艇寺田翔選手は前走レースで負傷のため欠場いたします。第12レース1号艇は佐賀の宮地元樹、2号艇静岡の深谷智博、3号艇福岡の篠崎元志、4号艇岡山の入見圭、6号艇香川の大見翔吾、以上5選手の対戦となります。1号艇は宮地元樹です。10点の減点があり準優は厳しいものの、今節初白星を目指す陰線です。2コース2号艇深谷智博、得点率は7位につけています。そして3コース3号艇篠崎元志、ここ1着なら石野貴之を抜いて得点トップとなります。4コースが4号艇の入見圭で角、再アウトとなる5コースが6号艇大見翔吾、ここは大きな着は禁物です。予選最終カード第12レース5艇立てで体型は3対2インコースから1番2番3番4番6番です。スタートしました。1号艇2号艇3号艇鋭いスタートを見せました。1周1マーク1号艇の宮地がインから回っていきます。2コースから2号艇の深谷は差しを狙って、続いて3号艇の篠崎は外いった。1号艇の宮地残しています、逃げています。スタートは前提正常でした。1号艇宮地トップに立って、さあ2番手が3艇固まった。4号艇2号艇3号艇が横一線で1周乗りマーク。1号艇の宮地が回った後、ここは4番と2番が競り合う間隙をついて、3号艇の篠崎元氏が打ちをついてきました。2番手優勢は3号艇の篠崎元氏、そのアウトに2号艇の深谷、上位体系目下のところ1番3番2番2周1マーク、先頭1号艇の宮地が1マークをクリア。2番手は3号艇の篠崎が回って、2号艇の深谷がこれに続きます。2番手は3号艇の篠崎振り切って、上位体系は1番3番2番その後方に6号艇大見翔吾、4号艇入見圭と続いています。2周の2マーク、先頭で回ってきます1号艇の宮地元樹、2番手が3号艇の篠崎元氏で、3番手には2号艇深谷智博。ホームスレッジ上位体系は1番3番2番でこれより最終周回です。先頭リードは1号艇の宮地元樹、スタートを決めて逃げ切り成功。今最終周回1マーク、そして追走の2番手が3号艇の篠崎元氏、3番手が2号艇深谷智博、体型は1番3番2番です。1、3、2の3連単の津は 6.8 倍です。待望のシリーズ初1着が見えてきました。先頭は1号艇の宮地元樹、続いて3号艇篠崎元氏、2号艇深谷智博が3番手に続き、予選ラストカード第12レースまもなくゴール。1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。